また巨人が現れたらこいつが役に立つかもしれんな。我々は後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。劣勢してんのか。まずいな。私たちにはこれがあるからしばらくここに留まってみるね。ここで止める。はっ、後から来た班に合流するから大丈夫。あなたたちは先に行っててね。はっはっ、行きます。はっはっ、ここで止める。だがエレンならあいつが来た右翼側にいるはずだろう。僕の企画書には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。司令班が潰されれば陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねでも長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。やります。やった。奴の動きが鈍くなったぞ。時間稼ぎは十分だ。急いで離れるぞ。そんな、なぜ。あっちは中央後方。もしかしてエレンがいる方へ。
よう。戻ってきたのはあいつの馬だけか。だが一頭でも戻ってきてよかった。俺たちの馬も連れてきてくれりゃいいのに。貴様、これじゃどうすることもできねえぞ。そりゃあの巨人を追い抜いてリヴァイ班のところまで先に行くってことか。大丈夫なはずないだろ。奴は知性を持ってる。危険度は波の巨人の比じゃないんだ。どう動くにせよ体勢を整えてからだ。今は俺たちの馬が戻るのを待つしかないだろう。行くつもりなの？ダメだよ。とにかく落ち着け。仲間が死にに行くのを黙って見送れってのか。無茶だ、待ってくれ。無事でよかった。あなたが心配で追いかけてきたの。リヴァイ班を探しているんでしょ。一人じゃ危険だよ。私も手伝う。中央の後方あたりにリヴァイ班がいるってアルミンは言ってたんだよね。作戦企画室の情報とは違うけど、私たちは信じて探してみよう。そう、巨人の接近を許すとは。苦戦してるみたい。私たちも手伝おう。行きます。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班がどこにいるか知りませんか？リヴァイ班？こんなところにいるわけがない。作戦企画士の配置と違うだろう。この人の班は見てないみたいだね。近くの班を回ってみよう。この辺りには複数の班が展開しているはず。順に回って情報を集めてみようよ。ないみたいだね。とにかく残りの班の人にも聞いてみよう。お前ら、いいところに。巨人が邪魔して拠点が設営できないんだ。手伝ってくれ。助かったぜ。おかげで拠点はできたが、なんでこんなところに拠点が必要なんだ。
以上は行かせんぞ。また戦ってるよ、助けに行こう。リヴァイ班の現在位置は分かりませんか？急いで知らせたいことがあるんです。作戦企画書を読んでいないのか、新兵。リヴァイ班の配置は全く違う場所だ。どうしよう。でもあと一班いるはず。聞くだけ聞いてみよう。やります。ここで巨人を食い止めろって命令なんです。お二人も手伝ってくれませんか？行きます。おかげで突破されずに済みましたよ。でも命令の目的がわからないんですよね。ここで止める。ごめん、巨人の討伐に手を貸してほしいんだ。やります。助かったよ。僕にもよくわからないけど、ここで巨人を食い止めろって命令なんだ。行きます。なぜこんなに巨人が現れるんだ。いたよ、急いで助けよう。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班を見ませんでしたか？確証はないが隊列を見た気がする。おかしいな、こんな位置にいるはずないのに。この辺りの班が近いのかも。あとは私たちで何とか見つけよう。見て、縁談だよ。あっちに誰かいるんだ、行ってみよう。さな、はっ。あの人、リヴァイ班の人じゃないかな。まだよ、行きます。はっ。ありがとう。伝令のために班から離れたところを襲われちゃって。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。早く兵長とエレンに伝えないと。知性のある巨人？分かった、案内する。あなたは私の伝令任務を代わってくれる？分かりました、あとは頼みます。あの赤い円弾が見える。兵長たちは今あっちの方向にいるはずだよ。急ごう。サナ、忙しいのに、なんで私が拠点の設営なんて。おいお前、手伝ってくれ。これで愛しのクリスタを探しに行けるぜ。救援要請ね、助けに行かないと。行きます。はっ。巨人に邪魔されて拠点を設営できない。手伝ってくれるととても助かる。
に拠点を設営することにどんな意味があるのかはわからないけど。リヴァイ兵長、知性のある巨人が現れてエレンを探しているようです。俺たちはこのまま移動を続ける。お前たちもエレンの護衛に加われ。みんなは無事なのか？一体何がどうなってるんだ？おい、余計なことは考えなくていい。黙って移動に集中しろ。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。姿を現すとしたら一瞬だ。この森の中じゃ事前に回避しようがない。兵長、立体機動に移りましょう。リヴァイ兵長、指示をください。この班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り俺は監視するためなんじゃ。俺たちはこのまま馬で駆ける。リーダー、駆けるって一体どこまで？それに奴がもうすぐそこまで。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか？エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろと。なんで俺は人の力にばっかり頼ってんだ。自分で戦えばいいだろう。やめなさい、エレン。巨人化が許されるのは自分の命が危うくなった時だけ。エレン、ここでお前は間違ってない。やりたけやれ。俺には分かる。どんなに力で抑えようともこいつの意識を服従させることはできない。俺たちの判断は当てにしなくていい。選べ。自分を信じるか、俺やこいつらを信じるかだ。俺には分からない。ずっとそうだ。自分の力を信じて、信頼に足る仲間の選択を信じて、結果は誰にも分からなかった。せいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。エレン、信じて。さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ。このまま逃げ切る。兵長、進め。とは一旦別行動。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。今、まさか
巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。分かったか。はい。慎重すぎて困ることはない。行くぞ。なあアルミ、今森の奥で何かやってるみてえだが、なんとなく察しがついてきたぞ。あの女型の巨人を捕獲するためにここまで誘い込んだんだな。もっと正確に言えば、奴の中にいる人間の捕獲だ。エルヴィン団長の狙いは最初からそれだった。壁を壊そうとした巨人は多分エレンと同じ能力を持つ人間だ。なら真っ先にやることはその人間を特定すること。そしてさらに彼らの一員とおぼしき女型の巨人を捕獲すれば、この世界の真相そのものが手に入ると期待できる。おう、無事だったか。あちらどうだった。そうか、やっぱりあの音は女型が罠にかかった音だったってわけだな。それにしてもどうして団長はエレンが壁を出たらそいつが追ってくると確信できた。トロストクが襲撃された時、彼らは途中で攻撃をやめてしまった。ボールローゼを塞ぐ内扉まで破壊しなければ彼らの目的は達成できないはずなのに。おそらく途中でそれどころではなくなったんだ。理由は壁の破壊より重要視すること。つまりエレンが巨人になって暴れ回ったこと以外には考えにくい。ってことはつまり、エレンの巨人化をあの場所で見ていた者の中に諜報員のようなのがいるってことか。だからこそこの作戦を一部の兵にしか教えなかったってことかよ。だが、だとしても釈然としねえ。もう少しくらい多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。最初からそうしておけば犠牲は少なくて済んだはずだろ。後でこうするべきだったっていうことは簡単だ。でも結果なんて誰にもわからないよ。だけど選択の時は来るし、しなきゃいけない。団長は100人の仲間の命を切り捨てて壁の中の人類の命を選んだんだ。大して長くも生きてないけど確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。我々の任務はこの巨大樹の森に巨人が侵入するのを阻止することである。全ての巨人と交戦する必要はない。森へ向かう巨人のみ発見して駆逐せよ。逃さない。ここで巨人を食い止めろだと。ふざけた命令しやがって。ジャン、それじゃあどうするの。どうするって、命令に従う。お前もそうするべきだと思うんだろう。やります。
この縁談、助けが必要だな。そこで何やってんだ。ここに迎撃用の拠点を作ることになったの。あなたたちも手伝って。もう大丈夫だな。拠点の準備ができたから、みんなうまく使ってね。あの縁談、助けが必要だな。行きます。ここに拠点をこさえなきゃならねえってのに、あいつら邪魔しやがって。ユミル、僕たちも手伝うよ。やります。ここで止める。ユミル、そろそろ準備はできた。ああ、拠点を作っといてやったぞ。私に感謝してありがたく使えよな。これで貴公子は駆逐できたな。急に走り出したんだ。こいつら全部貴公子だったのかよ。何でもいい、ここを通った。やります。巨人は森の内部に向かっていく。さっきの声の主はきっとこの巨人だ。この辺りの巨人は片付けたか。仲間とはぐれちまったみてえだな。森の中の様子はどうなってるんだ。さっきの叫び声は一体。かなり討伐はしたけど、森の奥に入ってしまった巨人も少なくないはずだ。